宇治山永久寺は奈良県天理市蕎麦の内町にかつて存在した寺院である。幸福寺との関係が深く、かつては多くの画乱を備え、大和国でも有数の大寺院であったが、廃物希釈の被害により明治時代初期に廃寺となった。寺跡は石上神宮の南方、山の辺の道沿いにあり、かつての浄土式庭園の跡である池が残る。 三方を山に囲まれていることから内山と言い,い、陰号を混合上院と言った。本尊は、阿弥陀如来。永久寺置み、関家本、諸寺演技集によれば、永久年間に、鳥羽天皇の直眼により幸福寺大乗院、第二世院寺の来実が創建し、第三世広藩に引き継がれて、道具の整備が進められた。大乗院寺社雑事記。 交渉3年4月29日上では、ライミのると、ヒロハンの二人を本願としており、ライミノルの営んだ三相が、ヒロハンに引き継がれたものとみられる。ヒロハンは、大乗大臣、藤原諸実の子で、大乗院三世、幸福寺別当を務めた。このため、当初より、幸福寺大乗院の末寺としての性格を備え、また、本寺衰弱説の流行とともに、 石上神宮の神宮寺としての性格を備えるようにもなり、幸福寺を支配していた二大院下の一方である大乗院の権威を背景として、室町期には絶大なる勢力を誇った。永久寺沖文によれば、法苑2年に、新言堂、同3年に八角多宝堂が建立され、その他、吉祥堂、観音堂、上和林、三掛堂、共造、首老、温室、 四所明神社、玉書記者など、多数の道具が存在した。太平記によると、延元元年、建務三連には、五代醐天皇が一時ここに身を隠したと伝えられ、かやご跡という旧跡が残された。天正十三年の時点で、五十六の某、陰が存在した。近世の山と名所税書集の境内図によれば、池を中心とした浄土式海遊庭園の周囲に、 本堂、観音堂、八角多宝堂、大日堂、法上、陳述者などのほか、多くの因縁、死因が立ち並んでいた。文禄四年、豊臣秀吉は当時に971国の寺領を与え、近世を通じてこの寺領が維持された。なお、近世には、因縁の上場院が自主となって、幸福寺の支配下から離れ、新言衆寺院となっている。大和国では、 東大寺、幸福寺、法隆寺に次ぐ大愚を受ける大寺であり、その規模の大きさと伽乱の壮麗さから、江戸時代には西の日光とも呼び習わされた。幕末の復古山戸への絵師、霊勢ため地下が暗殺直前まで潜伏していたことで知られている。明治に入って、内山永久寺は廃物希釈の嵐に見舞われることとなる。明治元年、神仏分離令が発令されたのを受け、 減続して、藤原両鎮と改名し、古写真館となっていた第28代イザスの上場院、両鎮は永久上社地とする。神物混乱を避けるためまた飾りしたと役所に申請書を提出。その後、事業を没収され、経営基盤を奪われた当時は、廃寺となって僧侶は減続し、多くは石上神宮の神館となった。無視となった。 永久寺の建物は、教養に使われることはなく、教売にかけられたが買い手がつかず、多くが取り壊された。廃物希釈を受けた寺院のうち、本寺ほどの大寺院が後方なく破壊されたのは、けうなケースである。しかし、吉井俊幸元天理大学教授は、廃物希釈で消えたというより、内部から崩壊していったのではないかとし、早々に廃寺が決まったという永久寺について、 寺の運営の中心にいた僧侶が勤労派だったのではないかと見ている。東京美術学校校長、正木直彦の13衝動館和6によれば、僧侶自らが原則する旨表明し、役人の前で本尊を破壊したため放逐したという。さらに、僧侶を極めた道具や重宝は、住民らによりことごとく破壊、略奪の対象となり、明治9年までには、 ほとんどの時報が失われた。この際流出した仏像、仏画、経典等はいずれも制作当時の工芸技術の成果と言うべき優秀な揃いであったことが知られている。海外に流出した宝物のうち、ベルリン民族学博物館が購入した神前室と伝えられる真言八素像などは、第二次世界大戦末期のベルリン市街戦で浮遊に返した。しかし、 日本国内に残存した宝物の大半が現在重要文化財国宝指定を受けていることは当時の得ていた富がいかに巨大であったかを物語るものである。残された永久寺の各建物は荒廃するままに任されていたが陳守者であった住吉神社は健在であった。しかし1890年住吉神社の本殿が放火されて消失してしまうと 残された拝殿は荒廃した。1910年、住吉神社の祭神を石上神宮の抹社である猿田彦神社に行使すると、1914年に拝殿も石上神宮に移築し、石上神宮拙者である出雲達夫神社の拝殿とした。1300年代に建てられたこの拝殿は現在は国宝指定されている。 廃物希釈後に再建されなかった理由については、幸福寺の末寺として庇護されたことで寺を維持できた、反面、地域との結びつきが薄かったためではないかとされる。現在では、当時の敷地の大半は農地となり、本堂地と茅越所跡の石踏みと、松尾場蕉の過費、そして、歴代住職の供養塔が王子を忍ぶだけである。2013年、 天理大学歴史研究会により復元ジオラマが作成され、天理市役所に1年間展示された。現在は同大学に保管されている。2014年に創建900年目を迎えた。出雲達夫神社割配電量部大行監督図に、当の内前昔古金属王等家、監督図愛前良王像。ありがとうございます。